こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの一眼レフ用のレンズになります。アポマクロエルマリートの 100mm ですね。はい。言わずと知れた、有名なレンズでして、マクロレンズとしては 35mm のですね、用のマクロレンズとしては、これ、芸格が最強と言われているレンズになりますね。写者のですね、写真を載せているんですけれども、ご覧の通りですね、非常に色のりがですね、濃くてですね、特徴のある描写をいたします。はい。臨場感がですね、たまらないレンズになりますね。この頭文字を取ってですね、AME ですね、雨といってですね、非常にですね、この、まあ、雨のような、なんていうんですかね、ねっとりとした、色濃いですね、粘度のある描写をするというようなですね、異名を取っているレンズでもあります。はい。ということでですね、非常に人気の高いアポマクロエルマリート 100mm ですね。外観から見ていきますけれども、その前に、ですね、カムタイプですね。カムがこちらは、1、2、3本ついております。3カムと言われるタイプの、レンズになっておりまして、ライカフレックスから、ライカ R9 までですね、オールマイティに使えるカムタイプになっておりますので、どのライカの R タイプのボディにも適合いたします。でもってですね、最近はミラーレス一眼とかのですね、デジカメでご使用いただくことが多いと思いますので、その場合はですね、アダプターを経由していただけましたら、このカムタイプは気にせずにですね、ご使用いただくことができます。はい。で、外観から見ていきますけれども、外観はですね、うっすら使用感ありといったところですね、こう、ほんと目につくような、すれとか当たり凹み、歌詞は見当たらないんですけれども、一箇所だけですね、この内蔵フードのこの先端にですね、ちょっと当たりがありますね。はい。もちろん撮影に全く難はないんですけれども、こちらご留意いただけましたらですね。はい。あとは特に申し上げる歌詞はない感じですね。また強いて言えばこの辺ですかね。ちょっと使用感が見られる感じですね。他はないと思っていただいていいですね。はい。はい。レンズもですね、こちら、前玉、後玉、玉でですね、すり傷、かき傷、コーティングの剥離、摩耗など見られず、大変綺麗な状態です。中玉も曇りカビ、バルサム切れ、など、見られず大変綺麗ですね。ちりほこりがですね、こう肉眼で見るとちらほらと見えますけれども、画質に影響のあるレベルではもちろんないですね。はい。大変クリアでいい状態をキープした個体だと思います。絞りの動きもですね、軽快で滑らかですね。羽の痛みとか油の乗りとかも見られないです。ピントヘリコイドもいっぱいまで滑らかに回っております。グリス切れとかですね、そういった感じは全く見受けられないですね。はい。はい。ご覧の通り、いっぱいまで滑らかです。はい。付属品が、リアキャップと、こちら純正の、はい。UVA フィルター、こちらが付いています。そして、フロントキャップ。こちらも純正ですね。はい。ということで、大変いい状態のアポマクロ。100mm ですけれども、念のため末永くお使いいただくために全体的な分解整備、清掃、調整、メンテナンスをご希望いただける場合はオプションからお選びいただけましたら当社で格安で請け負わせていただきますのでぜひご利用くださいませということで、はい、35mm 最強と言われるですね、マクロレンズになります。ライカの一眼レフ用のレンズアポマクロエルマリート R タイプ、100mm になっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。